土曜日の中山競馬場からお届けします。ちょっとね、中山は今小雨ですね。芝ダートやや重、ただ今週は G1 チャンピオンズカップは中京で行われます。本日のトラックマンは澤田君です。どうもよろしくお願いします。はい、今週からね開催代わり、で中京で G1 があります。であとですね、はい、ここ数回 G1 一番人気が強すぎると、全部秋は一番人気だもんね。アブルメールさんとね、としてはね、こうチーンとする感じですね。今回もね、この断然人気の一番人気がまたこれがね、いや強いからね、クリソーベリルはね、去年よりさらに強くなってますからね。そうだよね、パワーアップしてるもんね。あとルメールさんのルーマーがなんだっけ、カフェファラオ、カフェファラオね、僕はねこれ本命したんですよ。そうですね、散財馬これもね、本当ね強い馬はね、そうだね、この2頭いる中で僕はそれを打ち負かす馬は何でしょう。とりあえず去年のチャンピオンズカップ、僕はすごいレベル高かったのでクリソベルが勝ちましたけど、2着がゴールドドリーム、3着インティー、4着中和ウィザードって今回全部出てる。そうですね。今回この組に本来なら食い込んでたと思う、去年8着だったんですけど、タイムフライヤー、タイムフライヤーいいじゃないですか。ちょっと穴っぽいですね。去年はね、マーフィー騎手が乗ったんですけど、実はマーフィー騎手あの日中京が初めて乗る競馬場で、ちょっとね仕掛けどころとかですごい迷ってる、結果成績はあんま良くなかったんですけど、このタイムフライヤーのねチャンピオンズカップはねすごいインで詰まって最後出すとこなくて、確かに思い出した終えずじまいでね、それで8着ですけど、そんな1秒も上げてないので、これ多分スムーズだったら勝ちまでは言わなくても3着争いには加わってたな。澤田君の好きな3連服のね馬券券には絡んでたのね。なので、ただやっぱそのイメージがみんなあるので、もう中京は向かないというイメージがあると思うんですけど、僕は去年の敗戦がさらに妙味が出たと思って、今年は今年もね1枠1番、去年も1枠1番、今年も1枠1番というね、これがどう出るかなんですけど、藤岡騎手のね乗ったことあるんで、藤岡騎手がうまくさばいて、本来なら僕はここでも足りる馬だと思ってるので、妙味はたっぷりだと思います。はい、で他に対抗とね、対抗はクリソベルにしましたけど、クリソベルがもし取りこぼすとしたらこの外枠、結構このコースね外枠フリーで知られてるんですけど、うまくねポジションで外回らされる形だと、最後にちょっと足がっていうシーンはあるかなと思います。そうだよね、前半のポジション取りがちょっとね鍵になるかな。そうですね。で去年2着のゴールドドリームは僕は個人的にはそんなに衰えてないと、これ3番手。そうですね。なので一応この2頭は有力ですだと思いますね。あとカフェファラオですね。カフェファラオね、これはただもし万が一揉まれた時、そうなんだよね。破壊力は多分一番なんだけどね。でも安城がね今のそうもちろん消せない。というわけで馬券はどうしますか。こちらです。すみません見づらいですけど、まずはもう115、これはクリソベルトの二等軸で、まずは解体馬全部。そして絞ってさらに減らして、でさらに一番解体3頭。ゴールドドリーム、カフェバラを中央ウィザード、この3頭を一番集めに買いましたと。そして万が一クリソベルルが飛んだ時のために僕はゴールドドリームとカフェバラオに生まれんワイドを買いましたと。これで万全でしょう。総額いくらですかこれ。総額5000円ちょっと。僕としては頑張りました。なんか5万ぐらい買ったイメージだけどね。そうなんですけどね、とりあえずこれでタイムフライヤーが走ってくれれば分かると思うので、一躍一番からうまくさばいて叫びたいと思います。はい、わかりました。どうもありがとうございます。はい。